こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の6月26日、14時間過ぎましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 67.6 円ということで、今日一瞬で70円ぐらい到達したんですけど、71円、ちょっと超えましたね、一瞬でここで。だけど、また戻ってきたみたいな感じですかね。はい、こちら15分なんで、もうちょっと大きくして、4時間にすると、もうですね、じわじわと上がってきて、70を超えたけど、また戻っているということで、全体で1週間、2週間というレベルで見ると、この6月の12日、13日あたりからはね、じわじわじわと上がってきている感じですね。で、日足に変えてみますと。はい、そうすると、もうここの5月の頭からずっとね、横できているのが分かりますと。で月足ですね、もう6月も終わりに近づいてきましたからね、はい、そうすると、まあ、下降トレンドのまだ真っ只中のような感じですね。はい、ではツイート見ていきます、はい、昨日とちょっと重複、昨日おとといだったかな、ちょっと重複しますけど、サケキバラさんが、チャルさんの、米国下院農業委員会での話したことですね。はい、以下大雑把に流れをまとめてみました。素晴らしい内容なので、お時間ある方は全文をご覧いただくのがおすすめですということで、こちらを紹介しましたね、コーヒーさんので。今回は、榊原さんがまとめていただいているので、はい、読んでいきます。アタラトレスを利用し、牛肉製品を原産地まで水生可能にするビーフチェーン、エチオピアでの教育省との提携、IOG とワールドモバイルによるアフリカでの活動、ケニア、ガーナでの活動、米国通信インフラ企業とのコラボ、ブロックチェーン産業を発展させるにはより柔軟な原則ベースの規制が必要となる。適切な規制により、インターネットを大きく発展した大規模市場が生み出したように、議会とブロックチェーンの業界が協力して詐欺などの横行を防ぎつつ、イノベーションを阻害しない規制を構築することが重要。ブロックチェーンは新しい技術のため、今までの中央集権的な金融を基準に作られた方法では、適切な規制ができない。責任ある規制を構築するために、ブロックチェーンが国にもたらしてくれる恩恵を理解することから始められるべき。以上です。ブロックチェーンを持つ可能性と適切な規制の重要性を巧みといった業界全体の成長を促進する内容となっています。さすがチャールズ氏ですね。スピーチ後の議会での質疑応答がアイシさんによって予約されているので、こちらもおすすめですということで、アイシさんがですね、グッときたやり取りのを集めてみたということで、アイシさん3つ取り上げてますね。議会が特定の暗号通貨をコモディティとして規制する場合でメリットはないんでのでしょうかという質問をしています。で次が、暗号通貨の関係者によく言われるのが、 CFTC がこの分野を取り締まるのに適任だということです。 CFTC が規則を担うことになった場合、必要な優先順位はありますか、どのようなでしょうか、と、はい、であとは、現在複数の国で国主導の CBDC の発行が推進されています。アルゴリズムは正しく扱われないと非常に危険です。使い方次第では人々の言論の自由を制限したりすることができてしまうからです。この点に関して考えを聞かせてくださいということで、さっき木原さんが、ね、おっしゃったように、ちょっと、まあ、上から目線というよりも、なんだろう、包括的にね、丁寧に答えているという感じですね。はい、DEX のウィングライダーズさんからですね。ウィングライダーズの DEX のメリットとは、ADA の自動でステーキングができる。ステーブルコイン USDC、USDT が扱える。ERC20 の BTC、イーサが扱える。ハードウォレットを直接利用できる。Android でレジャーを利用可能。ADA なしで直接スワップ CND にスワップ可能。ステーキングでの投票ができると。はい、で、DEX とは従来の取引所とは違い、中央管理者の存在しない個人間の P2P の取引所です。分散型取引所を略して DEX と呼びます。ユーザーが直接取引できるので、秘密鍵の流出や個人情報のハッキングなど心配ありません。急成長しているので DEX を追っかけていきましょう、ということでね、はい、でこちらがその使用管理者いない P2P 取引所で、まあ、安心ですということですけどね、まあ、このプログラムが正しいかどうかっていうのは、ちょっと実はその裏にあるんですけど、まあ、それもね、一応監査はしているということでした。
ビットタイムスからですね、ブロックチェーン暗号資産ニュース1週間のまとめと出ておりまして、で、その中にですね、一番最初、コインベスト取引所サービスでも ADA を取引扱い開始とありますね。そして、ずっと行って、あと、ソランですね。ソランで Web3 スマホ SAGA っていうのが出たっていうので、ちょっと覗いてみます。ソラナ、Web3 スマホ、サガでいいんですかね、読み方。ソラナを開発しているソラナラボは、6月23日に Web3 特化型のスマートフォン、サガを発表しました。Web3 モバイル端末を導入することを目的として設立された子会社と、新興スマホ、開発企業によって構築された最初のフラッグシップデバイスということでね、こちら、読むか。サガは、こちらの Android 端末に Web3 ソフトウェア開発キットや仮想通貨ウォレットを搭載したものとなっており、6.6インチのスクリーン、512GB のストレージ、12GB のラム、秘密鍵の、ここですね、秘密鍵の保護プログラム、NFT マーケットプレイス、分散型取引プラットフォーム、DApp ストアなども搭載、QR コードを使ったオンチェーン決済を可能にする、ソラナペイや秘密鍵を厳重に保管する機能も、搭載されると報告されています。ということで、決済ってスマホを使うとね、どんどん発展していくので、これが結構、なんていうかな、仮想通貨決済を一般的にするね、なんかキラーアプリ的な存在になるかもしれないなと思いました。金光さん、ブロックチェーンにプログラマブルマネーが期待されていたが、それは API による組み込み型金融でゆっくり実現されつつあり、イーサのスマコンベースではニューヨークの、猿のオブジェとともにフェスが行われている。プログラマビリティに関する、日銀北条さん、鳩貝さんレポートおすすめですということで、日銀ですね。日銀が、このスマコンのっていうかな、プログラムマネーかっていう、書類っていうのは何ですか、レポート出してですね、これ読んだけど、分かりやすかったです。このレポートで暗号資産については語られてないとけれど、九条さんも鳩飼さんもレジェンド級でこの分野に詳しい方です。なんとなく暗号資産が決済システムの未来にならない、というのがお二人の現時点の考えだなと思いました。ハスターピースも既存金融の優位性として述べたデファイの利点は未だ有効だと個人的には信じていますが、足元の事象を踏まえるといろいろと考えてしまいます。クリプトのできることを考えて会社でも個人でもやっていきたい所存ですということで、ビットフライヤーの方でしたね、この方ね。私の中でこの金光さんとイーサリアムの宮口さんと、ミスビットコインの藤本さんが、なんか日本人女性のクリプト三大女性みたいな感じで私はイメージしてるんですけど、この情報もありがたいなと思いますね。これ読むと私はだいぶ、なんだろう、分かりやすくしてくれてるので勉強になりましたね。だから時間かけてだんだんこういう決済の周りだとかスマートコントラクトの実用化だとかっていうのが進んでいくんだろうなっていうのは、よく分かりましたね。で、あとちょっと選挙がね、近づいてますけど、メタバース演説会みたいなやつがね、なんかいろんなところで最近見かけます。こちらは、参院選静岡選挙区のメタバース演説会ですし、この小田っちさんという方、ちょっと小田っちさんですか、小田っちさんもやってましたね。ちらっと覗いてこんな感じでした。これで、選挙もね、技術的なところもどんどん広がっていけばいいかなと思います。では値段に戻りまして、67.66円ですね。よいしょ。14,012.9×67.66 で元本が10万円ですので、計算しますと84万8,113円のプラスということになりまして、848%のプラスですね。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。